夏休みに合わせて気象台や地下鉄などをめぐる見学ツアーが行われ、子どもたちが仕事の裏側を学びました。このツアーは仙台地区にある国土交通省の9つの出先機関が連携して開いたもので、県の内外から10組の親子が参加しました。初めに訪れた仙台管区気象台では、レーダーの情報をもとに天気を予報する部屋や、通常は近寄ることのできない特殊な雨量計や温度計を見学し、気象観測の仕組みを学びました。続いて向かったのは、仙台市地下鉄の検査や修理を行う新井車両基地です。点検のため、車両が基地に入ってくると、子どもたちが一斉にカメラを向けて、貴重な光景を動画に収めていました。工事とかしたりするのを見るのが面白いです。見慣れないものばっかで面白かったです。参加者はこの後、仙台空港の管制塔や海保の仙台航空基地などを見学したということです。